皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。次くる芸人グランプリ2021優勝は金の国。とにかくでかい声を出すという基本に立ち返って思い切りやれました。9月18日に放送された爆笑問題が MC を務めるお笑いコンテスト次くる芸人グランプリ021で 渡辺エンターテイメント所属のコンビ金の国がトップに輝いた。次くる芸人グランプリは、漫才、ピン芸、コントなど、ジャンルを問わず、今後の芸能界を担うであろう、次世代のスター芸人、すなわち次くる芸人を発掘するために、日本音楽事業者協会とフジテレビがタッグを組んで開催する、年に一度のお笑いコンテスト。今回の開催で2回目となる。 予選会は地上派のゴールデンプライム隊の番組レギュラーを持っていない芸人、つまりテレビにほぼ出演したことのない上和手から中堅実力派まで約2000組以上の芸人の中から各芸能プロダクションが次世代のスター芸人だ。とやしを挙げて厳選した72組の芸人で実施。熾烈な予選を勝ち抜いた個性豊かな15組が決勝大会に進出した。決勝大会は2ステージ制。 まず、ファーストステージは、1ブロック5組ずつの、計3ブロックごとに分けて、トーナメント方式で行い、勝ち上がった3組が、ファイナルステージに進んだ。次くる芸人グランプリを獲得した金の国は、神奈川県出身の27歳、渡辺おにぎりと、新潟県出身の28歳、桃沢健介による結成5年目のコンビ。朝のラッシュ時の駅を舞台に、 駅員と上京したばかりで都会の朝に戸惑う学生のやりとりを描いたコントで圧倒的票数を獲得しグランプリの座を掴んだ。金の国インタビュー。まずは率直な感想を。渡辺おにぎり以下、渡辺決勝大会は普段お笑いライブなどで一緒になる芸人さんばかりで、皆さん優しくて本当に面白い人たちばかり。そんな大会で優勝できたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。 桃沢健介以下、桃沢ファーストステージで褒められすぎて、本当にファイナルステージが怖かったです。でも、とにかくでかい声を出すという基本に立ち返って、思い切りやれました。それがこうそうしたのかもしれません。優勝する自信は、桃沢ファーストステージは正直良かったんじゃないかな、印象には残ったかなと手応えがあったんですが、ファイナルステージは自分たちが声を出しすぎて、 見ている方の声が聞こえなくて 3CJP。渡辺、電話。僕も同じこと言おうとしてた。桃沢、あのネタ、お客さんの声が聞こえないんですよ。渡辺、お互いにセリフが多くてね。でも、終わった後、ステージ裏でなんとなく雰囲気は良かったんじゃないかなみたいな話はしました。桃沢、ファイナルステージで先にネタをやったイエス。 アキトさんがステージ裏にいらして、アキトさんにドンマイ、と言われたらダメなんだろうなと考えたと思うんですけど、言われなかった。すべてはいなかったんだなと思いました。予選は VTR で、決勝は一般の方を含む審査員の前でのネタ披露でしたが、渡辺、少ない人数でも見てくれる方がいてくれてやりやすかったです。 僕たちはお客さんの気持ちが乗るようなネタを相方が作ってくれているので、いらしてくれて嬉しかったです。ももさは僕たちはお客さんがいてこそなので嬉しかったです。ファイナルステージは満員電車の設定だったので審査員の方の中では馴染みがない可能性もあるなと心配していました。でも昔を思い出したよと感想を言っていただいてありがたかったです。審査員にテレビ局のスタッフがいたのは 渡辺、そこはあまり意識していないですね。意識するとネタが決められなくなってしまうので、僕は全然意識しなかったです。ネタを作っていてどうだったももさは、僕も意識していなかったですね。とにかく、時間内でベストのネタをやろう。と思ってネタを作りました。渡辺、そんな器用にできないもんね、僕たち、エミ。目録50万円の使い道は渡辺、 僕の芸名が渡辺おにぎりと言うんですが、おにぎりを作ったり食べたりするのが趣味で、今使っている炊飯器がずっと使っていてボロボロなので、新しい良い炊飯器を買おうかなと思っています。ももさは、まだ実際に賞金が手元にないから言えることですが、全額親に仕送りします。目録は二等分されるんですね。渡辺ももさは、もちろん、当然です。 さは、仮に俺がネタを書いてるんだから30にしろ。なんて言ったら、罰が当たりますよ。本当は嫌ですけどね、エミ。渡辺、いや、そこは頼むよ、エミ。次はどんなチャレンジを渡辺、10月にマイナビローターナイト TBS ラジオの決勝に出場することが決まっているので、そこでもなんとか優勝できたらと思います。頑張ります。桃は、 今回の優勝で、一つ自信がつきました。マイナビローターナイトは今日戦った Q さん、サスペンダーズさん、ママタルトさんが、さらに圧倒的に仕上げてくるんだろうなと思いますので、もう一度気を引き締めて優勝したいです。周りの芸人さんからあまりライバルとも見なされていないと思いますが、この優勝を機に少し目障りな奴になれたらなと、エミ。視聴者の方へメッセージを。渡辺、見ていただいてありがとうございます。 今後ももっと気を引き締めて 3CJP 体系もコメントも引き締めて頑張っていきますので応援をよろしくお願いします。ももさは僕も同じ気持ちです。これからも頑張ります。MC 爆笑問題コメント。大田公以下、大田、金の国、すごかったよね。田中裕二以下、田中、ネタの受け具合はもちろん、内容、演技も完璧だったね。大田、 完璧だった。来年も優勝するんじゃないの田中、来年出るかどうか、わからないから、エミ。太田、金の国というので、金をあげたいね。それで、河村、高市、名古屋市長に噛んでもらおう。田中、やめろ、エミ。金の国を最初に見たときに、桃沢さんが、原市の岩井勇気に似ているなと思ったら、渡辺エンターテイメント所属と聞いて、原市の後輩だと知りました。 それで、おにぎりさんを見たら、さわぶ、タスクに見えなくもないなと思えてきて。ネタをやっている時以外でも、顔つき、雰囲気とかから、今後、ブレイクしそうな予感がしましたね。ファーストステージの審査が終わった後、大田さんは金の国が優勝するとおっしゃっていましたね。大田、言霊ですよね。これは、僕の見る目が凄かったということに尽きるんじゃないですか。最終的には、俺が優勝なんですよ。田中。 何が、俺が優勝だよ。優勝を当てた人が優勝なんてないだろう。渡辺正幸コメント。2本良いネタを続けたというのがすごいですし、ファイナルステージは笑いを取りに行くだけじゃなくてドラマ性を盛り込んできた。しっかり笑いに持っていく展開が上手かったね。あのネタの構図を2本揃えるだけでもすごく難しいんですけど、さらにキャラクターや作品の雰囲気も変えてきた。 あの技術を見た時に力のあるグループだなと。次来るじゃなくて、今来てもおかしくない今来ていい芸人だと思います。増田秀彦、増田岡田コメント。僕はコントにそんなに詳しくないですが、ラストの展開の心地よさ、気持ちよさ、爽やかさは、素敵なコメディ映画を見たような余韻を感じられました。ネタを考えている桃沢くんは、佐方のおにぎりくんの魅力を引き出す力が、すごい。 つい、おにぎりくんのキャラクターが印象に残りますけど、彼の魅力を引き出す、桃沢くんの力はコンビの一つの強みになっていると思います。漫才師として今回感じたことは、コロナ禍でお客さんが少なかったので、やりにくかったんじゃないかなと感じました。お客さんがたくさん入っている環境でやらせてあげたかった。漫才はお客さんがいてなんぼなんで、 VTR で実施した予選から力を出し切れていない漫才師がいたかもしれない。今回決勝では漫才師がいなかったですけど、コンテストでは漫才コンビが強い傾向にあると思うんです。改めて、若手だけじゃなくて中堅、ベテラン漫才師もコロナ禍を耐えるという時期なのかなと思いました。小島ルリココメント。おにぎりさんが2本のネタで全く異なるキャラクターを演じられていたんですが、 どっちもすごくしっくりくるんですよ。人相まで変わった。というくらい表依していた。見ている方をちゃんとコントの世界観に連れて行ってくれるなと思いました。ファイナルステージでは私はダニエルズさんに投票しました。ストーリーが面白かったですね。ちゃんと定期的に笑いがあって、クオリティが高くて、私の中では一番でした。イエス。アキトさんもすごかったですね。 猛烈な勢いでギャグが出てくるけど、しっかり緩急がある。始まってすぐに笑いがあるギャグもあれば、見ている人の反応を待ってから来るギャグもある。一発ギャグの中に、お一人で緩急をつけているのがすごいなと思いました。優勝は金の国産でしたけど、誰がブレークしてもおかしくない。15組全員がすごかったので、皆さんがこれから活躍されている姿が目に浮かびます。 今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。